グンナール・ビョルンストランドはスウェーデンのストックホルム生まれの映画俳優である。優れた性格俳優として知られ、喜劇的な役柄から悲劇的な役柄まで幅広く演じた。スウェーデンを代表する世界的な監督であるイングマール・ベルイマンの作品に多く出演した。1909年にストックホルムに生まれた。父親はアメリカ人の俳優であり、 グンナール自身も幼い頃から役者になることを夢見ていたという。1933年にスウェーデンの王立演劇学校に入学し演技を学んだ。同期には後にハリウッドで大女優となるイングリッド・バーグマンもいたという。生涯連れ添うことになる妻と出会ったのもここである。卒業後グンナールはフィンランドに転居しそこで2年間舞台俳優として成形を立てた。 その後スウェーデンに戻り、今度は舞台だけではなく映画俳優としても活躍するが、帰国当初はクレジットもされないような派役が多かった。1943年以降徐々に重要な役も得られるようになり、その後は順調に映画俳優としてのキャリアを積んでいった。グンナールが当時新鋭の脚本家であったイングマール・ベルイマンと知り合ったのもこの頃である。 1946年に、グンナールは、ベルイマンの監督第2作目である、我らの恋に、雨が降るに出演。その後は、夏の夜は三度微笑む、第七の封印、の一語、神の沈黙三部作、ペルソナなど、ベルイマンの主要な作品の多くで重要な役柄を、演じた。グンナールは仕事のみならず、プライベートでも、ベルイマンの親密な友人であり続けた。 グンナールは1982年にベルイマン監督の大作ファニーとアレクサンデルに出演した。この頃すでにグンナールは病に侵されており体が満足に動かずセリフを覚えるにも支障がある状態での撮影だったと言われている。結果的にこの作品がグンナール最後の映画出演作品となった。1986年5月26日に76歳で死去した。 ありがとうございます。